はい、次。ワンドリブルアンダーハンドパス。はい、ワンドリブル抜くかなと思った時に、アンダーハンドでクイックパスしてください。そう、オッケー、もっと強くドリブルで抜く、その瞬間にパス、モーションをつけない、ボールが上がってくる瞬間に手首のスナップを使ってパスをしてください。 OK、 はい、次。はい、今度は今のでバウンドパスします。ドリブルで突き出したでクイックしてバウンドパスします。そう、はい、パスした後、はい、要求の声、どんな声が必要ですか。おー、オッケー、はい、次いきます。ワンドリブルして、肩のところから強いブレッドパスをしてください。はい、手首の返しスナップ、モーションをつけない、ボールが上がってくる瞬間にスナップを使ってクイックパス。そう、前もって見る。 OK、